これは、哲学の素養もなく、社会学の造形もなく、科学に暗く、宗教を知れない一人の平凡な偽善者の、わずかばかりな誠実が叫び出した訴えに過ぎない。この訴えから、かすかでも良いものを聞き分ける、良い耳の持ち主があったならば、そしてその人が、彼のために良き環境を準備してくれたならば、 彼もまた、偽善者たるの苦しみから救われることができるであろう。すべての良きものの上に、豊かなる幸あれ。